ご無沙汰しております。ガリからマッチョを目指している達也です。懲りずにご視聴ありがとうございます。朝の空腹時で体重71キロをキープできるようになりました。前回の動画の撮影時は同じ条件で68キロだったので、2ヶ月で約3キロの増量に成功したことになります。体脂肪率は17で変化ありません。まだ線が細いと言わざるを得ませんが、2ヶ月前の動画と比べれば上腕二頭筋、三頭筋、前腕筋群が少しずつ発達してきました。主にベンチプレス、スクワット、デッドリフトが主科目ですが、上腕と前腕については先日からハマっているボルダリングによる効果かと思います。前回の動画から今日に至るまで何日か分の食事をとっていましたので公開しておきます。私と同じように何をしても太れない方の何かの役に立つならとても嬉しいです。参考にしている情報は主にショーフィットネスさんの動画です。ショーさんの動画は論理的で根拠提示もあり大変わかりやすいです。語り口も穏やかで見ていて安心する不思議な動画ですので、トレーニングしている方でショーフィットネスさんをご存じない方には本当にお勧めします。他にも北島達也さん、金金さん、加藤ちゃんさんのトレーニング関連動画もよく拝見しています。今気をつけているのは PFC のバランスです。取るべきマクロ栄養素の配分のことで厚生労働省が公表している資料の一つです。名前が変更になり、今はエネルギー酸性栄養素バランスというそうです。 P はプロテインのことでタンパク質、 F はファットのことで脂質、 C はカーボンのことで炭水化物を指しています。この資料では PFC に世代間、性別間別に理想のバランスがあるとしています。これらのバランスが私の場合なら4対1対5くらいになるようにするのが望ましいといったものです。概要欄にリンクを貼っておきますので、自分の PFC バランスを正確に知りたい方はそちらからご覧ください。1日約6回の食事の中で PFC バランスを調整しつつ、1日の総カロリーで2000キロカロリーを毎日摂るようにしてから効率よく体重が増えつつあります。12月頃に1日4000キロカロリーを維持しても体重が増えなかったのは、 PFC バランスがプロテインとファットに偏りすぎていたことが原因の一つとして考えられます。あの時は栄養素のバランスについては考えておらず、どれだけ食べてもひたすらに肌荒れが進行しただけで気分が落ち込みました。 PFC バランスを相当に意識しなければ、ご飯やラーメンを何杯にかき込もうが増量は極めて難しいと思われます。炭水化物に関しては健康にいいという情報が少なく、栄養というよりはむしろ車で言うとガソリンのようなものではないかという理解をしつつあります。体が出来上がっているのなら炭水化物は極力避けた方がいいような気がします。実際炭水化物と脂質だけを多量に摂取すると皮膚の出来物が赤く腫れることがあり、頭皮もやや痒く、いびきと歯ぎしりもいびきラボという計測アプリ上ではすごいことになっており、昼間も気分も苛立つような気がします。日本で生活している方は外食時に注意が必要です。コンビニ弁当、カップラーメン、ラーメン屋、うどん屋、そば屋、カレー屋、日本のお店では何をどれだけ食べようが炭水化物と脂質の補給しかできないようになっています。ラーメンに煮卵1個が気持ち程度乗っていることもありますが、卵に含まれるタンパク質はわずか 6g です。麺にも微量のタンパク質が含まれているとはいえ、ラーメンを1杯食べれば約 70g の炭水化物を補給することになるので、 PFC バランスで考えたとき、タンパク質と炭水化物の間に10倍弱の栄養素の乱れが生じることになります。どういう理屈で同じ食事をしてもメタボになる人とガリのままただ肌荒れになるだけの人に分類されるのかはまだ不明なようですが、痩せている人は PFC のバランスが乱れていると太ることができないという事実はあるようです。ということで、栄養素のバランスの問題を常に意識して今は生活しています。考えれば考えるほど今までの食事の偏りはひどいことに気づかされます。ここまで来ると、なぜ厚生労働省は国民の栄養素の偏りを把握しておきながら改善に本腰ではないのかという問題が定義されますが、これは日本の食料自給率につながる話のようで闇が深い気がします。日本の場合、国土面積と人口の比率が見合っておらず、食料は外国からの輸入に半分以上を頼らざるを得ない事情があります。とにかくなるべく安価な白飯やパンで腹をいっぱいにしておいてくれという国側の思いというか、どうしようもできない事情があるように思います。食事といったらと聞けば頭に白飯が浮かぶようなシステムというか、プロパガンダに近い教育に染まって誰もが育てられてきました。
日本食はプロテインが足りないと誰かが声高に叫んだとしても、それは怪しい粉のことだろうと考える方が多いままの方が、政治家としても自給率向上に精を出す必要がないのですから、都合がいいという事情ももしかしたらあるのかもしれません。しかし現に炭水化物中心の生活をするアジア人の人間は、炭水化物中心の生活をする欧米人に比べ体の発達が未熟であることは容易に想像がつきます。民族性の違いだという方もいるかもしれませんが、私は同じ人間でも食べているものが違うとこうも成長が違うということを示すいい例だと思います。ちなみにタンパク質を英語で言うとプロテインですが、英語のプロテインはギリシャ語が語源で、ギリシャ語で言うプロテインとは最も必要なものという意味です。話が大幅に飛躍しましたが、体重が増えることでスタミナが増していることが実感でき、バイタリティ向上に直結していて、毎日が快活であるのは間違いないので、痩せすぎであった自分には増量が必要なことと割り切り、 POC バランスを意識した範囲で食べまくっています。ご視聴ありがとうございました。